連邦軍 MS 特殊部隊第三小隊マットヒーリー、ジオン外人部隊ケンビーダーシュタット、常に危険な任務をこなし、苦しい地上戦を勝ち抜いてきた二人の兵士は互いに生きるための戦いの道を歩んでいた。仲間の死という形で思い知った戦争という名の現実、それは希望を捨てずにどこまでも生き抜こうとあがいていた彼らの胸中に何を刻んだのか。それでも二人は戦うことをやめなかった。自分の信じる戦いに対する思いとともに、流す必要のない血は流さず、敵味方関係なく一人でも多くの人間が生きるための戦いを貫こうとするマット。それに対し仲間の死に対する代償を求め、仲間をこれ以上死なせないためにも敵に対する情けをかなぐり捨てた剣。そして二人は己の答えを胸に秘めつつ、戦場という舞台でその激突の時を待っていた。領有決戦。
程度でやられるわけには。
腕が違うんだよ。
にも分かっているはずだ。力はただぶつかり合うだけのものじゃないってこと。ふざけ、俺もお前もこうして戦い今まで生き抜いてきたのだろうが。違う、俺はもっと対局を見て戦っている。
戦争を、戦争を早く終わらせるために戦っているんだ。一兵士に何ができるというのだ。戦場で生きるか、それがいかに困難なことか。お前とて仲間の死という形で嫌というほど味わったのではないのか。俺は今でも仲間を生かすために戦っている。生きてはいけない。戦いは憎しみを広げるだけだ。力をぶつけ合っても何も生まれない。戦争は終わらない。だがたとえ困難だろうと俺は生きる。死んだ仲間のため、そして何よりも空に残してきた家族の元へ帰るためにも。たとえ困難だろうと俺は生きる。空に残してきた家族の元へ帰るためにも。了解。必ず生き残ってやる。誰にも俺の望みを殺すことはできない。隙だらけだな。やらせてもらうぜ。俺は生きるために戦う。死にたくなければ前に出るな。覚悟してもらうぞ。
マットヒーリーとケンビーダーシュタット、生かすため、そして生き残るために戦い続けてきた二人の兵士の根底にあったものはどれだけ違うものであったのだろう。連邦とジオ、それぞれ違う立場において仲間の死を悼み、そしてこれ以上悲しみを増やさないために戦ってきた結果の果てが二人の激突だった。戦場において己の答えの行き着く先を彼らは共に求めていたのだ。そして互いの答えが決まる瞬間、それは起こった。終戦協定が結ばれました。これにより地球連邦とジオン共和国との間には、隊長、聞こえてますよね。全チャンネルに同時放映されているんです。グラナダで終戦協定が調印されたって。終わったんです、戦争が。終わったのか。俺たちの戦争が俺たち、今俺は敵である奴のことを俺たちと言ったのか。ならば戦いが終わった今、俺たちにできることは何だ。戦いが広げた憎しみを超えてやるべきこと、それは兵士としてではなく俺個人として名乗ろう。マット、俺はマットヒーリーだ。ケンビーダーシュタットだ。憎しみは何も解決しない。隊長のこの言葉がどうしても頭から離れなかった。それはアニッシュ自身で正しいことだって分かってるからだよ。人は分かり合える、だからこそ憎しみも乗り越えられる。そうですよね、隊長。宇宙世紀0080、1月1日、この日地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が結ばれた。それこそが互いのなすら知らず戦い続けてきた二人の兵士が待ち望んでいた答えだったのかもしれない。かくして戦いは終わりを告げ、戦争によって作られた多くの悲しみを背負い、そして希望の未来へと歩み出す。後に一年戦争と呼ばれたこの戦いによって残された大きな傷跡さえも人々は乗り越えていくだろう。そうして時は流れゆく、永遠とともに。Thank you.